どうもこんにちは、高博です。今回は東京ディズニーランドで300円台の金額で食べられるおすすめのパークフードを紹介させていただきます。まずおすすめの5つを実際に食べて紹介させていただき、最後にそれ以外の300円台のフードをすべてまとめて紹介させていただきます。今回紹介するフードはすべて予約不要なレストランで購入することができ、気軽に購入できるかと思いますので、フードにあまりお金をかけたくない方や時間をかけたくない方、小腹が空いた時に手軽に食べられるようなメニューを知っておきたい方、よかったら最後まで見ていただけますと幸いです。なお、こちらのチャンネルでは最新のパークフードや現在のパークの様子、また僕がディズニーを一人で過ごしている一人ディズニーの様子を動画にしております。少しでも気になっていただけたら、よろしければチャンネル登録をお願いします。まず最初にやってきたのはトゥーンタウンにあるヒューイ・デューイ・ルイのグッドタイムカフェです。こちらでは2つ食べて紹介させていただきます。まず一つはストロベリーチョコチップマフィン360円です。こちらのマフィンは結構しっとりとしていて、パサついてる感じもなく、すごく食べやすいです。耳になっているチョコチップクッキーはサクサクしていて、ストロベリークリームにつけて食べても美味しいです。ストロベリークリームの部分は結構味が薄めで、そこまで甘くもないので、たくさんかかっているように見えますが、がっつりかぶりついてもそこまで強い甘さを感じることはないです。見た目は可愛いけど味はイマイチなフードということではなくて、見た目も可愛くて味もバランスがしっかりしていてすごくいいので、全体的にクオリティが高くコスパ最強のデザートだと思ってます。よかったらぜひ食べてみてください。そしてもう一つは骨付きソーセージ350円です。現在東京ディズニーランドでは骨付きソーセージが2カ所で販売されているのですが、微妙に味と金額が異なります。もう一つはウエスタンランドのキャンプウッドチャックキッチンで380円の骨付きソーセージが販売されています。正直味は個人的にはこっちの方が好みなのですが、30円高いので今回はグッドタイムカフェの350円の方を紹介させていただきます。ちなみにウッドチャックの方はグッドタイムカフェのものに比べて少しだけスパイシーでジューシーさがあります。そして今食べているグッドタイムカフェの方はかなりシンプルで、どちらかというとフランクフルトのような感じに近い味です。なので辛くもないので、お子様はこっちの方が食べやすい味ではあるかなと思います。どちらも美味しいので、ぜひ気になった方は食べてみてください。続いてやってきたのはハングリーベアレストランです。こちらはカレー専門のレストランで、ディズニーにあまり行かない方も結構知ってるお店かなと思うのですが、今回はカレー以外のメニューを紹介させていただきます。こちらで紹介させていただくのはタンドリーチキン270円です。すいません、ちょっと300円台と言っておきながらこれだけ300円を切ってしまうのですが、本当に好きなメニューなので紹介させていただきます。第一にコスパが最強です。この金額で結構食べ応えがあります。もちろんターキーレッグであったりチキンレッグなどのあそこまでのボリュームはありませんが、それの3分の2ぐらいのサイズはあると思います。また骨もないので食べやすいです。タンドリーチキンなので少し辛いですが、辛いものがよっぽど苦手でなければ食べられるかと思います。すごくジューシーで美味しいので、ぜひ食べてみてください。あのタンドリーの独特なスパイスが好きな方はもっと好きだと思います。続いてやってきたのはファンタジーランドのキャプテンフックスギャレーです。こちらではミッキーカステラケーキキャラメルクリーム350円を食べます。結構前からあるパークフードで、1回は食べたことある方多いんじゃないかなと思います。カステラケーキの中にキャラメルクリームが入っているのですが、なんとなく昔ながらの味がして、個人的には食べると安心します。カステラの生地もしっとりとした今風のものというよりは、水分をちゃんと持ってかれるタイプのやつです。
ただ個人的にはこれはこれで好きで、たまに食べたくなってしまい買ってしまいます。あと中にクリームも入っているので、そこまでパサつきは気にならないです。冷蔵されていて結構冷たい状態で提供されるので、冬はご注意ください。ちなみにアドベンチャーランドのカフェオーリンズでは、同じミッキーカステラケーキのチョコクリームの方が販売されているのですが、個人的にはキャラメルクリームの方が好きなので、今回はこっちを食べて紹介させていただきました。小腹が空いた際はよかったら食べてみてください。続いてやってきたのはトゥモローランドテラスです。こちらで食べるのはクリームチーズブラウニー320円です。これはもうとにかくボリュームがすごいです。中身がぎっしり詰まった固めの生地なので、一つ食べただけでも結構お腹にたまります。クリームチーズと言ってますが、そこまでクリームチーズ感は強くなく、ほぼチョコレートブラウニーといった感じです。甘さも控えめなので、サイズが大きくて甘ったるくなることもないので食べやすいです。ちなみにこちらも冷蔵されていて冷たい状態で提供されます。ただこちらは先ほどのミッキーカステラケーキと違って店内なので、冬でも暖かい場所で食べられると思います。よかったら食べてみてください。それではここからはその他の現在食べられる300円台のフードをざっと紹介していきます。今回はメニュー名と金額だけ紹介するので、提供されているレストランや場所などを知りたい方は、ディズニーランドスペースフードの名前で検索すると、公式ホームページのものがすぐに出てくるので、そちらで確認してみてください。メニューによっては複数のレストランで販売されているものもあります。さあ、それでは紹介していきます。まず、スプリングロールピザ350円、カップサラダ360円、チキンナゲット340円、フレンチフライポテト280円、ベイクドチーズポテト340円。これ個人的にすごくおすすめです。リトルグリーンマン360円、ライスブレッド、アン250円、マイクメロンパン300円。以上になります。ぜひ気になったものを食べてみてください。以上が東京ディズニーランドで食べられる300円台のパークフードのラインナップとなります。すべて予約が不要なレストランですが、現在はレストランの営業時間が短い店舗などもあり、その営業時間も常日頃変わりつつあるので、今回はちょっとあえて記載はしませんでした。なのでその点だけご注意ください。公式アプリにてその日の営業時間が確認できるので、当日ご確認をお願いします。今回の動画いかがだったでしょうか？最近レギュラーメニューの紹介をしておらず、なんかビュッフェであったり、ちゃんとしたレストランでの食事であったり、期間限定のフードなど、ディズニーで割と食事を重要視している方向けのものばかり紹介していたので、今回は金額設定も低く、手軽に食べ歩くことも可能なメニューに特化して紹介してみました。よかったら参考の一つにしていただけたら幸いです。ぜひ気になったメニューについてや、皆さんのお気に入りのお手軽フードなど、コメントで教えていただけたら嬉しいです。ということで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。また Twitter や Instagram もやっているので、概要欄からぜひフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。